はい、皆さんこんにちは、どうもひろです。今回はですね、久しぶりにマインクラフトをやっていこうと思うのですが、今回は、ちょっと待ってよ、今右上にドーンと今出しました。こんな感じのお屋敷っていうか、なんて言ったらいいんだろう、お屋敷とかって調べるとこんなようなのが出てくるんですけど、こういうようなのを作ろうと思います。で、あとその廊下からこうなんて言うんだろう、こうちっちゃい池があってみたいな、そんな感じのイメージしてます。とりあえず作ってみようと思います。で、F1 の F5、まずですね、場所もスーパーフラットで、クリエイティブで物をもう出しちゃいます。で、とりあえず使うものはこの中にとりあえず入れました。あとはまたすぐゲームモード変えていけるので、それでやろうと思います。とりあえず夜なのでベッドも出せばよかった。ちょっとベッドを出して寝ます。はい、寝ました。ちょっとゲームモード画面モードで0。はい、オッケー。じゃあこれで早速作っていこうと思います。で、まずはですね、松の木、この松の原木をメインで使っていきます。あとは雪だったり、ちょっとその前にこれだけ持って、これを作業台を、クリエイティブで物を出して、サバイバルで作っていきます。作るときだけは、PS3 と同じようにサバイバルでやっていきます。まずは、土台っていうか柱だけ先に立てちゃいます。あっちが正面になるように。じゃあ、どうしよう、ここが角ドンで、向こうとあっちに伸ばしていきます。伸ばすっていうかやっていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、あんま大きくないです。大きくないのを作ります。4,5、あ、しまった、逆か、待てよ、これは、あ、道具も取った方がいい、道具、こっちから1,2,3,4,5マス、あれ、3,4,5,6,7,8,9,10、 OK、 10マスの隙間でいいよね。で、あとはここね、ここが廊下になります。こことここが廊下です。なんか幅一緒、1,2,3,4,5,1,2,3,4,4 しかない、4しかない、4,5,6,7,8,9,10、これ1個向こうにずらさないと、1,3,4,5、これは動かさなくてはこっちはあってね、あってね、 OK。 次向こうにそれかな、8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20、はい、この線、これが一応土台になります。あとはどうすんだ、ちょっとこれちょっと伸ばして、よし、 OK。 次は半ブロックを引いていきます。ブロックを作らなきゃいけません。
マッツじゃなくて、おオークの原木、おこれはオークは原木は使わないので、とりあえず多分これを半ブロックにしちゃいます。多分足りないな。でとりあえず3スタックあれば、これを1マスとここの 1.5 の高さにこうやって引いていきます。こんな感じ。あ、これでとりあえず引いていく感じでございます。あれ、はい、これでとりあえず廊下の部分は引き終わりました。したら、ちょっとここにとりあえず、はい、かちょっと仮で土はまあ何作業するときのなんかあれですね。あ、しまった。ここは原木か、ちょっと確認。大丈夫っぽい。次はこの柱を伸ばしていきます。伸ばしていってどういう順序で作ってたかな。待ってよ、どうやって作ってたっけ。待ってください。あ、次室内行こう。室内でこっちが室内になるので、室内になるからとりあえずここに原木をこうやって横向きに置いてってとりあえず囲います。原木も向きがあるからこれが重要。あららら、はい、でそしたらでここは白樺の板で埋めます。こっちは部屋の中ですね。ちょっと待ってよ、前にちょっと待って、ここがえー、入り口を先作りましょう。すいません、ここはハーフブロックじゃなくて原木だ。あ、違う、ここに入り口の柱もところどころいるんですよ。もうなくてもいいと思うんですけど、僕は欲しいので、待ってよ、10マスあるから、ここ4マス置いてここに置く。これ柱、あ、狭いのか、こっちここにする。ここを柱で、入り口は広い方がいい。ここにしよう。はい、これが一応入り口、ここ入り口です。で、入り口もこの 1.5 高いところでこれで入る感じにして、なんか入り口って確かこういう風になってた気がするんですよね。わかんないけど、この辺はまあ適当です。あー、やべ、これね 1.5 だからね、登れないのがめんどくさいんだよね。で、横も柱をつけないといけないので、その前に、雪ブロックです。これは和風建築っていうか、なんかこうこういうとこにこうやって白く障子、なんて言ってたか忘れちゃったけど、そう、この
画像で今ちょっと矢印つけておきます。そこを矢印のところがこう雪ブロックになってる、雪ブロックにはなってないけど、なんか白いところがあるのでそこは雪ブロックで再現します。羊毛とかよりも雪ブロックの方がいいですね、僕は。いいんじゃないかなと思います。まあ、自由ですね、そこは。白系のブロックを積んでいただければいいんじゃないかなと思います。で、ここ入り口でこんな感じ。はい、こんな感じになります。で、ここから入って、ここからここにも階段みたいなのを置いて出る感じですね。じゃあとりあえず床を引きます。ここも 1.5 の床と廊下と同じ高さです。いえ待ってよ、なんか今下に置くと、完成。これが、部屋の中の床になります。そしたら夜じゃない、横に取りかかる、あら、という柱、最初にこの内側の方のこの枠を作ります。雪ブロック1個しか持ってきてない、整える、この辺はいらないです。結構コスト高いんですけど、サバイバルでもこんな感じで原木結構贅沢に使いながらやってますね、今は。はい、こんな感じでとりあえず一周囲みました。そしたらですね、もう一回、画像ポン、はい、次、この矢印のところ、ここも若干分かりづらいんですけど、一本横に柱みたいなのが入って、でその、あ、じゃあ今作った柱の上にさらに一マス分ぐらいなんかもう一回白いのがあってっていう感じなので、今これ作ったんですけど、この上にさらにもう一個雪を置きます。この柱じゃなくてここにこうやって、でまたこの原木でサンドします。やばい。よっしゃ、これで一周書き込み終わりました。はい、こんな感じですね。これが室内の高さになります。低いくはないです。まあ、結構高いです。けどまあこれがそれっぽく見せるにはこれが最低の高さになるのかな。まあここを2マスじゃなくて1マスにするとかっていうことをすればもっと低くなるんですけど、逆に不自然かなとも思うので、まあこんな感じです。